それでは福永祐一騎手にご登場いただきましょう。皆様盛大な拍手でお迎えください。福永騎手、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。福永騎手は2月末をもって騎手を引退し、3月1日より調教師としてセカンドキャリアをスタートされています。しかし本日は騎手福永祐一の引退式ですので、福永騎手とお呼びさせていただきます。ではここで私から福永騎手のご紹介をさせていただきます。福永祐一騎手は日本ダービー3勝を含む JRA G1 を34勝、昨年には JRA 通算2600勝を達成されるなど、常にトップジョッキーとして第一線でご活躍されました。なお先週のサウジアラビアでのレースが騎手生活での最後の騎乗となりました。本日は無敗で三冠を達成したコントレイル号の勝負服でご登場いただいております。それでは大変簡単にではございますが、福永ジョッキーに近況のお話を伺いたいと思います。福永ジョッキー、改めまして本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。サウジアラビアでの騎乗、最後は国外での騎乗、海外での騎乗ということになりましたが、最後の瞬間鞭を置かれた時の気持ちいかがでしたか？そうですね、本当にレース直前まではもう本当にいつもと同じ感じで、レースに集中もできていましたし、あまり変わらないような状況だったんですけども、やはりレースを終えて、帰ってくるときにはやはり、競馬場で乗ることはもうこれで最後なんだなと思うと、やはり少し感慨深いものはありました。何か最後はサウジの空を見上げているような仕草もちょっと見受けられたんですが、そのあたりの思いもあったんでしょうか？そうですね、はい、とても綺麗な空だったんで、祖父のこととか、いろいろ思い返してましたね。さあこの後にもまだたっぷりとお話を伺う時間はございます。ちなみに今日はチューリップショーでの誘導馬での騎乗、大変、美しい騎乗姿が見られました。ご感想も一言いただけますか？いや本当にJRA の方々がね、いろいろ考えてくださって、ああいう場を設けていただいて、本当にいい記念になりました。近くでね、自分が乗っていた馬の返し馬とかも近くで見れましたし、なかなか得難い経験をさせていただきました。それではここからセレモニーが始まっていきますが、まずは福永ジョッキー27年間の騎手生活をまとめました映像を皆様とともにご覧いただきましょう。もっと一頭の馬に深く関わりたい。マルブツブレベスト、福永抜け出す。マルブツブレベストが先頭、2番手にクイーンプラネット。マルブツブレベスト先頭でゴールイン。レイベストメントが先頭、2番手にマークリマシティシュが上がってくるが、レイベストメントゴールイン。福永雄一2連勝。さあ先頭はキングヘイロー、2馬身のリード。福永雄一今先頭でゴールイン。今度は外からはプリモディで来た。一気にプリモディで最初ヤデル2番手に上がってきた。プリモディで快勝だ。ゴールイン。プリモディで福永雄一やりました。プリモディで福永雄一です。デビュー当時から皆さんに応援していただいてね、G1 まだかまだかっていうような感じだったんですけど、やっと皆さんの期待に応えることができて本当に良かったです。
マルカ奇跡、左右内からは卵ホットプレーもぐいぐい追い込んで、あるいはリリックレスピット、しかしマルカ奇跡先頭だ。マルカ奇跡福永雄一ゴリ、まあ、年始にね、今年は100勝できればいいなと思ってたんですけど、毎年たくさんいい馬に乗せてもらってるんでね、もっと早くに達成しなきゃいけなかったんですけども、まあ北橋先生をはじめとするたくさんの方々にね支えられて、まあ遅ればせながらですけども記録を達成できてよかったと思います。ジョアードビーブル先頭、2番手3番手接戦になりそうだが、先頭はジョアードビーブル3馬身のリード、先頭はジョアードビーブルゴリ。オーストから15番のステルリオが追い込んでくる、粘っているエポカドーロ、エポカドーロ、そしてトライに出るワグネリアン、伊藤間7番コズミックフォース、今度は17番ワグネリアンが先頭だ。ワグネリアン、福永雄一ゴール、ついにダービー制覇です。17番ワグネリアン、福永雄一、ついにダービーを制しました。こんなにいいもんだとは思わなかったです。はい、夢には見てましたけど、これがダービー勝ったジョッキーの景色なんだなっていうのは、噛み締めて帰ってきました。はい、まあ親父がこの景色をずっとね見たかったんだと思うと、まあ親父の代わりにしっかりと目に焼き付けました。はい、3番コントレイルが出た、コントレイルが出た、再び9番アリストテレス、コントレイルかアリストテレスか、コントレイル、コントレイルだ、ゴールイン、7戦7勝無敗の三冠達成。ディープインパクトが達成して以来、その息子がね無敗の三冠を達成したということは大変な偉業だと思います。その鞍上に自分が入れたということを本当に誇りに思います。内から10番シャフリアール、内から10番シャフリアール、さあエフフォーリア、シャフリアール、エフフォーリア、シャフリアール、並んでゴールイン。内から3番のラブケリーが伸びる、ラブケリーが捉え切ったゴールイン。3番ラブケリー、福永雄一騎手、今年の年間100勝を決めるゴールとなりました。2番手ガンナイト、3番手リメイク、福永雄一、エリートパワー降臨。いや、すごい拍手とともに、ごくごく一部ではありましたが、27年間を映像で振り返らせていただきました。ここでもごく簡単にお話を伺います。福永さん、一言では振り返れないと思いますが、今の映像を見て、そして騎手人生27年間、今どのように振り返られますか？いやー、そうですね、まあ、あっという間ではなかったです。本当にいろいろありました。まあ、でも一番思ったのは、デビュー戦の映像を久しぶりに見ましたけど、いや本当センスのかけらもないなと改めて思いますね。若いジョッキーたくさんいると思いますけど、みんな自信持ってやっていってくれたらいいなと思います。本当にめちゃめちゃ下手でしたね。でも注目を集め続けた20代、悔しい思いもあった30代、花開いた40代、そして次のステージへ、本当に時代時代でいろんな思いがあるかと思いますが、どうでしょう？そうですね、もう20代はとにかくどうやったら勝てるかっていうことしか考えてなかったですね。毎日そのことを考えて生活していましたし、30代は自分の技術を見つめ直して、どうやったら上手くなれるのかっていうことを中心にやってきた年代でしたね。コーチとの出会いもありましたし、藤原厩舎との出会いもあって、本当に自分の技術を改めて見つめ直してたのが30代で、40代からは本当に競走馬についてより深く、考察するっていう年代だったと思います。まあ、そういったものが20代30代で積み重ねてきたものが40代で花開いたのかなとは思います。その騎手人生のスタートには、やはり、まあ、家族とも言うべき、そして師匠とも言うべき北橋先生との、まあ、歩みもあったと思います。このあたりの思い教えていただけますか？いや、まあそうですね、まあ、小さい時から、うちは父親の介護で、
家族がみんな手かかってましたから、まあ、僕は2歳で生まれたばかりの妹はいましたけど、なんていうんですかね、まあ、外食だったりとか、動物園連れてってもらったりっていうのはうちの家族はなかなか難しかったんで、まあ、それを代わりにしていただいたのが北志家だったんで、まあ、そういったところから長く騎手になってからもそうですけど、家族と同等、いやそれ以上の、関係性を築かせていただいてます。そして本日はコントレイル号での勝負服でのこのステージになりました。この名馬との出会いも最後に一つ、教えていただけますでしょうか。はい、僕はもう、ジョッキーのキャリアの、まあ、最後の方でも絶望していたのは本当にスターホースとの競馬史に名を残すような馬との出会い、ただそれだけだったんで、本当に自分のその最後の願いを叶えてくれたのがコントレイルでした。今後のプランなどもあるかと思いますが、また後ほど福永ジョッキーにはたっぷりとご挨拶の時間も頂戴しております。それではここで記念品および花束の贈呈へと移りたいと思います。まずはじめに日本中央競馬会後藤正幸理事長より引退記念ゼッケンの贈呈です。後藤理事長、どうぞお願いいたします。このゼッケンには福永ジョッキーが JRA で積み上げた勝利数2636勝の数字が刻まれています。それではどうぞ。後藤理事長、ありがとうございました。元の位置へお戻りください。続きまして阪神馬主協会木村正蔵会長より花束の贈呈です。木村会長、お願いいたします。木村会長、ありがとうございました。続きまして京都馬主協会小野森博之副会長より花束の贈呈です。小野森副会長、お願いいたします。小野森副会長、ありがとうございました。続きましてコントレイル号の生産者であるノースヒルズ代表前田浩二様より花束の贈呈です。前田様、お願いいたします。ありがとうございました。最後のレースとなったリアドダートスプリントで騎乗したリメイク号も前田オーナーの所有馬でございました。続きまして北橋修司元調教師より福永騎手へ花束の贈呈です。北橋様、お願いいたします。師匠と弟子という言葉のみでは言い表すことのできない特別な関係のお二人です。花束贈呈に先立ちまして、それでは恩師北橋元調教師からのお言葉と花束の贈呈です。どうも今までよく努力の
一つが実を結んでみんなにこうね喜ばれて感激いたします。ご苦労でした。北橋様どうぞ写真撮影ございますのでそのまま壇上で福永騎手も感極まっていらっしゃいます。北橋様どうもありがとうございました。前田オーナーからハンカチが贈呈されました。プレゼンターの皆様どうもありがとうございました。それではお席へお戻りください。それではここでファンの皆様から福永騎手へ宛てたメッセージの一部をご紹介させていただきます。まず風和ママさんからのメッセージ。私が福永騎手を好きになったのはキングヘイローからです。中学2年生の娘もコントレールと福永騎手の大ファンになりました。福永騎手のおかげで娘が馬に携わることがやりたいと大きな夢ができました。これからも応援しています。お疲れ様でした。次にヒーローイズカミングさんからのメッセージです。2005年のアメリカンオークスを現地で観戦しました。シーザリオの圧倒的なパフォーマンスに驚いた現地アナウンサーのジャパニーズスーパースターシーザリオの実況と、ゴール後カリフォルニアの青空に高々と鞭を突き上げた福永騎手の姿を今でも鮮明に覚えています。その8年後福永騎手はシーザリオの子エピファネイアでボバクラシックを初勝利。ブラッドスポーツの醍醐味と素晴らしさを教えてくれました。続いて馬泥棒さんからのメッセージ。雄一騎手、騎手生活で私たちに夢や楽しみを与えていただきありがとうございました。コントレイル三冠王は私の競馬ファン歴でも一生の思い出です。これからは調教師の雄一先生としての活躍を競馬場やテレビの前で応援しています。騎手人生お疲れ様でした。そしてもう一通、吉田裕樹さんからのメッセージです。オールドファンの方々は皆さん知っていらっしゃると思いますが、デビュー当初は誰よりもヤジと罵声を受け辛い思いをされている福永雄一さん、その悔しさや辛さを正面から受け止め、腕を磨き続け頭を使い続け、名実ともに超一流ジョッキーに上り詰められました。父親が天才ならあなたは努力の天才だと感じています。騎手人生お疲れ様でした。福永厩舎の活躍を楽しみに待っています。ご紹介しましたメッセージ以外にもファンの皆様からたくさんのメッセージいただいています。後ほど後ろの画面にファンの皆様からいただきましたメッセージを表示いたします。さて福永騎手は大変幅広い交友関係をお持ちでもいらっしゃいます。本日ご友人の方々から福永ジョッキーにはシークレットでメッセージを頂戴しております。それでは、福永ジョッキーファンの皆さん、どうぞビジョンにご注目ください。こんにちは、柔道家の野村忠宏です。福永雄一騎手、27年のジョッキー生活本当にお疲れ様でした。2006年に雑誌対談で知り合ってから、まあね、2歳違いであったり誕生日が1日違い、同じ B 型関西在住、そういうね共通する部分も多く、またね、ジョッキーとしての活躍っていうのは知ってたので、まあ、本当にグッと仲良くなって、それ以降雄一、まあ、がね一流のジョッキーから超一流に、進化していく姿っていうのを近くで見せてもらいました。まあ、リーディングジョッキー取った時とか悲願のダービー制覇した時っていうね栄光の場面も見たし、落馬であったり、まあ、本人しか分かんない苦悩っていうのも感じてましたので、この27年本当にねいいも悪いもいっぱいあったと思いますけども、最後こういうふうに多くのファンの方に見守ってもらいながら引退セレモニーを迎えることができるっていうのは本当にジョッキー冥利に尽きるよねって思います。正直ね引退っていうのは寂しいなって私は感じました。ただ昨年のね12月に久々に会って、調教師への思いっていうのを聞いた時に、あこれから本当にやりたいことにチャレンジできるんだ、競馬も好きだし馬も好きだし、まあ、そういうね自分が本当にやりたいことにこれから進んでいけるっていう、そういう話を聞いて、
まあ、雄一がね、今度は調教師として超一流になる姿っていうのを見ていきたいなと思います。本当に応援してます。ただね、一つ言いたいのは、雄一が、まあ、走るレース、騎乗するレースに初めて応援に行った時、そして今年2月の18日阪神でのラストレース、またそれも競馬場に応援行きました。俺が応援に行ったら全く勝たないよね。本当に1位取ってる姿見てないです。もうそれだけが心残りなので、今度はね、雄一が育てた馬が1位になるところをいっぱい見たいなと思います。応援してます。本当にお疲れ様でした。オリンピック3連覇柔道家野村忠宏様からのメッセージをご覧いただきました。そしてもう一方メッセージを頂戴しています。それでは再びビジョンにご注目ください。福永雄一ジョッキー、長きにわたる騎手生活お疲れ様でございました。私はあなたの騎手生活の約中盤後半から友人としてお付き合いをさせていただきましたが、その当時はダービー、皐月賞、菊花賞取れないことを苦しんでいるあなたの様子が昨日のことのように覚えております。そんな中、2人で京都を散歩して、一緒にこうダービーが取れるようになんか空を見上げながら話した記憶も新しく覚えております。その後数年して菊花賞を取り、そしてダービー、皐月賞を取るような、まあ、素晴らしいジョッキーにどんどんなっていくわけでございますが、それを横で見ておりまして大変嬉しく思いました。本当にあとちょっとで2着で敗れた時、友人として大変苦しく思いましたが、もう一人の友人はそれで馬券が取れたからといって喜んでいたことも記憶に鮮明で覚えています。何はともあれ、これから第二の人生である調教師ということで、数年前から免許を取るって話も聞いてたんで、それが見事に合格して本当におめでとうございます。多分現役で続けてもらいたいと思う方いっぱいいると思います。私もその一人でございますが、あなたのジョッキーとしての家系、ジョッキーとしての血筋、さまざまなことを鑑みると、やはり今この状態で引退されて調教師になれることは友人としてある意味ホッとしたなと思うところもございますので、これから調教師としてもなお一層の飛躍を、お祈り申し上げます。本日は引退おめでとうございます。石川團次郎でした。ありがとうございました。成田屋13代目市川團十郎白猿様からのメッセージをご覧いただきました。福永さん、シークレットでのお二人のご登場でしたが、どのようにご覧になりましたか？いや、そうですね、野村さんは本当にこう長いですね、結構本当長い間親しくさせていただいてて、まあ、今日もね、見に来ていただいててさっきまで話してたんでなんかちょっと、いや、ちょっとびっくりしましたけど、まあ團十郎もそうですね、本当長いですし、エピファネアでダービー負けた時に一緒に泣いてくれたりもしてましたしね、なんかいろいろ思い返しますね。本当に嬉しいです、こうやってメッセージを寄せてくれて本当に感謝しています。それでは仲間の皆様も今後ろに詰めかけていらっしゃいます。セレモニー続きましては、ここで騎手の方々より花束の贈呈を行います。本日は皆様お揃いの福永雄一ジョッキー引退記念 T シャツ、それからキャップを、お揃いで身につけていらっしゃいます。それでは騎手の方々より花束の贈呈です。まずはじめに後輩騎手を代表しまして、川田優雅騎手より福永ジョッキーへお言葉と花束の贈呈です。それではまずメッセージを頂戴しまして、その後花束へと移っていただきます。長い間本当に、お疲れ様でした。サウジアラビアでの、最終騎乗での、帰ってきてからの、爽やかな笑顔、とても心に焼き付いております。本当無事に終われて何よりです。お疲れ様でした。
川田騎手ありがとうございました。それでは写真撮影お願いいたします。川田ジョッキー改めてありがとうございました。元の位置へお戻りください。続きまして福永騎手と同期の和田龍二騎手より福永騎手へお言葉とそして花束の贈呈です。同期として、競馬学校から共に苦楽を共にして、最近ねすごく昔のことを思い出すんですよ、だから同期でよく集まって豊さんとか先輩ジョッキーをどう打ち負かそうだかと毎回集まって喋ってたのを思い出します。僕は雄一が本当に同期でよかったと思いますし、ここまで無事に来てすごい実績上げて引退したことを、僕自身も誇りに思いますし、孫の代まで福永雄一の同期やたどって自慢したいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。それでは写真撮影お願いいたします。和田騎手どうもありがとうございました。そして騎手の方々よりの花束贈呈、もちろん最後はこちらの方です。日本騎手クラブ会長武豊騎手より福永騎手へお言葉と花束の贈呈です。本当にお疲れ様でした。本当数々いいレースを一緒に作れたと思ってます。本当にいろんなことがありましたけど、雄一のおかげで僕自身もたくさん成長することができました。そういう意味では本当に感謝してます。また名馬を連れて、競馬場に早く調教師として、戻ってきて活躍してください。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。本日のチューリップ賞は福永ジョッキー福永さんが誘導馬に騎乗されて、そして武豊さんが見事に勝利されるという巡りもありました。武豊ジョッキーでした。本当にありがとうございました。騎手の方々よりの花束の贈呈でございました。さて本日は福永雄一騎手のご両親福永陽一様福永由美子様にお越しいただいております。それではお二人にご登場いただきます。どうぞ。JRA 983勝天才と謳われた名手でございました。まさにダービーを勝った時には福永家の悲願を果たすことができたと、そういう言葉もございました。それではここで福永騎手よりご両親へ感謝の気持ちを込めて花束の贈呈を行っていただきます。福永ジョッキーどうぞよろしくお願いいたします。本当にお疲れ様でした。
それではご家族での記念撮影です。ありがとうございました。それではこの温かい拍手に包まれて、では福永ジョッキーからファンの皆様へ最後のご挨拶です。福永さん、よろしくお願いいたします。はい、本当に今日はたくさんの方に、来ていただきまして本当にありがとうございます。そうですね、まあ、思い返すといろいろあるんですけども、福永陽一の息子として生まれてこなければ、まあ、騎手の道を、選ぶこともなかったですし、豊さんの存在がなければまたやっぱり騎手の道を志すこともなかったです。まあ、母親に対しては本当に全く芸馬に興味がなかった自分が、まあ、急に騎手になるっていうことで、まあ、本当驚かせましたし、本当に辛い思いをずっとさせ続けてきたなと、まあ、27でこんな親不幸はないなと思いながら続けてきましたけど、最後こうやって、まあ、怪我はありましたけど健康な状態で引退することができて、ようやく長きにわたった親不幸を終えることができて本当にほっとしてますし、本当に申し訳ない気持ちでもいます。ここは本当に、福永陽一と北橋雄二先生と、その2人の作品だと思ってます。ジョッキーとしては、本当に北橋先生には出来が悪くて、本当に迷惑をかけてしまいましたけども、たくさんの人が支えてくれたおかげでこれだけの勝率を積み上げてくることができました。本当に僕は先ほどファンの方のメッセージにもありましたけど、その努力の天才だって言ってくださる方いますけども、僕が努力できたのは本当にたくさんの方が支えてくれたんで、その方々の思いに報いるためには自分は頑張ることしかできなかったんで、本当に思うような結果、もっともっと本当は勝たなければいけないぐらい応援してもらいましたけど、本当にそういった方々の期待に応えられたかどうかは最後まで分かりませんけども、一生懸命真面目に勤め上げることしか自分はできませんでした。まあ騎手としては、この3月まで、27年のキャリアを、続けさせていただきました。これから調教師として全く一から福永雄一としての調教師としてのキャリアを積み重ねて行こうと思っています。ようやく2人の元から、巣立つことができたのかなと思っています。本当に、デビューした時から本当に多くのファンの方にも応援していただいて、最後もこれだけ数多くの方に残っていただいて本当に、幸せな騎手人生でした。
自分には過ぎた騎手人生でした。これからたくさん応援していただいた方々の思いにまた応えていくためにも、競馬ファンの皆さんが皆さんに応援してもらえるような馬をまたこの競馬場に送り出していきたいなと思っています。本当に、東京競馬場でも言いましたけど、最高の騎手人生でした。本当にありがとうございました。福永騎手、ありがとうございました。それでは騎手仲間の皆様とともに最後記念撮影へと移りたいと思います。まずはジョッキーの皆様とそしてご家族と一緒に写真撮影へと移りたいと思います。ありがとうございました。ジョッキーの方、皆様そのままお残りください。それでは福永陽一様、由美子様、ご両親お二人がここを後にされます。福永さんの福永陽一騎手のご両親、陽一様、由美子様に皆様盛大な拍手をお送りください。さあそして最後に仲間でありライバルであるジョッキーの皆様と最後にもう一度写真撮影をしていただきます。どうぞジョッキーの皆様カメラにご注目ください。それではどうぞファンの皆様も、福永ジョッキーの引退記念のこの写真、カメラにお収めくださいませ。以上で写真撮影を終了とさせていただきます。ありがとうございました。
それではジョッキーの皆様、最後は盛大に福永祐一騎手のこの体を胴上げで次の門出へと送っていただきたいと思います。福永祐一ジョッキー、改めまして本当にお疲れ様でした。